はい、こんにちは、116ウィンズです。サンクスギビングも終わり、ようやくねお休みモードも終わって、大きめの契約が今日まとまった MLB ですが、ヒューストンアストロズは今日2020年に MVP にも輝いたことのあるファーストホセ・アブレイユと3年契約を結んだと発表しました。契約は3年総額5850万ドルと報道されています。キューバ出身のアブレイユは2014年に MLB でプレーを始めてからずっとホワイトソックス一筋でプレーしてきた強打者で、その間チームの中心選手としても活躍してきたわけですが、年齢も30代後半に差し掛かり、またホワイトソックスもアンドリュー・ボーンを彼の本来のポジションであるファーストで起用した意向であることからも、アブレイユが他球団へ移籍するのはほぼ決定事項であったわけですが、今季世界一に輝いたアストロズに元 MVP が加入することになったと。今季シーズンでは106勝、プレーオフもワールドシリーズまで無敗と圧倒的な強さを見せたアストロズに、アブレイユクラスの選手が加わったのは他球団としても勘弁してくれよという感じでしょうか。ねえ、ただでさえアストロズの壁は高いのに、これでさらに高くなってしまった印象です。後でも話しますが、アストロズファーストが補強ポイントだったので、そこに見事にフィットする選手の獲得はいい動きなのではとも思いましたね。今回はアストロズとアブレイユの契約について簡単にお話していきます。今回アストロズが契約したアブレイユという選手、簡単にご紹介したいと思いますが、2014年以降大きな怪我もなく毎年安定した成績を残してきた、安定感という言葉がまさにぴったりという感じの選手ですね。オールスターに通算3回、シルバースラッガー賞も通算3回、9年間で通算243本のホームラン、通算打率2割9分2厘と成績に関しては申し分なく、短縮シーズンとなった2020年は打率3割1分7厘、OPS9 割8分7厘で MVP も受賞しています。今季は彼のキャリアで初めてフルシーズンでホームラン20本未満の15本に終わりましたが、打率3割4厘、OPS8 割2分4厘とバッティングの内容自体が悪いわけではなく、平均打球初速やハードヒット率も MLB 上位 5% に入る高水準なので、ホームランが減っただけでまだまだ一線級の活躍は期待できる強打者と言えるでしょう。経験豊富なベテラン選手で、またホワイトソックス時代は特に同じキューバ出身のモンカダだったり、ロバートだったりと若い選手が多かったという事情も影響したとは思いますが、若い選手のメンター役としても非常に評価が高かったようなので、クラブハウスへの好影響という部分でも貢献の見込める選手なのかなと。コンフのファースト FA 市場でも上位の評価で、今回獲得したアストロズ以外ではパドレスがアブレイユ獲得を最優先事項に挙げているなんて話もありました。アストロズでのアブレイユは長年ファーストのレギュラーを務めたグリエルに代わる新しいレギュラーとしての活躍に期待がかかります。プレーオフこそ好調でしたが、今季のグリエルは打率2割4分2厘、OPS6 割4分7厘とシーズン通してバッティングの調子がなかなか上がらず、特に攻撃力が欲しいファーストというポジションでこの調子だったのは、アストロズにとっても悩みの種ではあったと思います。そういう状況もあってか、夏のトレードデッドラインでアストロズはオリオールズからファーストもできるトレイ・マンシーニを獲得してきましたが、そのマンシーニも移籍後打率1割7分6厘と結果を出せず、アストロズは今季ファーストのポジションの WRC プラスがわずかに76。これは MLB29 位と明確にファーストが打線の穴になってはいました。アルトゥーベ、ペーニャ、アルバレス、ブレイグマン、タッカーなどといいバッターをずらりと打線に並べているアストロズなので、ファーストの攻撃力の低さはさほど問題とならず、またプレーオフの間はグリエルの調子も良かったことで最終的にワールドチャンピオンにはなれましたが、オフの課題としてファーストの強化は必須の状況。アンソニー・リゾを FA のトップターゲットとするなど、ファーストのアップグレードを目論んでいると報道されていました。結局リゾはヤンキースに残留したので彼の獲得は叶いませんでしたが、今季の活躍についても実績面についても申し分ないアブレイユの獲得は補強ポイントと見事に合致していると思いましたね。なおアブレイユの加入でグリエルがこれまでのようにファーストのレギュラーとしてアストロズに戻ってくることはもうなさそうですが、アストロズはユーティリティとしてグリエルを呼び戻すことに興味はあるようですね。またアブレイユにとってもアストロズとの契約は好条件が揃った内容と言えるのではないでしょうか。来季が36歳のシーズンのアブレイユは事前の予想では2年契約、総額4000万ドル前後、まあ年平均2000万ドルくらいの契約になるんじゃないかと、3年契約にするとしても多少年平均の金額を下げて総額5000万ドルくらいという声が多かった印象ですが、最終的には3年契約、しかももともと予想されていた2年総額4000万ドル前後の契約に年平均の金額を変えずにそのまま3年目を足したような感じの契約になりましたので、条件の面では本当に文句のない内容なんじゃないのかなと、またアストロズの本拠地ミニッツメイドパークはレフト側がクロフォードボックスと呼ばれる観客席が突き出ている関係で、ライト側よりも狭く右打者のアブレイユがホームラン数を戻す上でもいい環境かもしれませんよね。
実際今季のホームラン数は15本のアブレイユですが、ベースボールサバントによればミニツメイドパークで1年間プレーしていた場合の期待値は22本のようですので、今季と同程度の長打力だったとしてもアストロズ移籍によってアブレイユのホームラン数多少は伸びそうです。そして何より世界一を狙えるチームという点もプラスに働いたかもしれないですよね。アブレイユはホワイトソックス時代にプレーオフを2度経験していますが、まだ世界一、ワールドシリーズ出場の経験はなく、ホワイトソックスがなかなか勝てていなかった2016年には、このスポーツをプレーしている人間に負けるのが好きな奴はいないと勝利への思いを話していたこともあるようなので、キャリアの終わりにリングを取りたい思いも、もしかしたらアストロズを選ぶ一因となったかもしれません。しかしそれにしても世界一になったばかりですけど、アストロズは結構強気な契約を出していますよね。ジェームス・クリック GM との契約が終わり、現在アストロズに GM はいないんですが、先日アストロズはラファエル・モンテロとも3年総額3450万ドルと、ミドルリーフにしては結構いい額の契約出していましたし、今回アブレイユにも3年契約。アブレイユほどの選手なのでそこまで心配する必要はないかもしれませんが、契約最終年に38歳になるファーストの選手ではあるので、まあ結構頑張ったなと、それだけこのオフファーストの強化をしたかったという思いの強さを表しているかもしれませんが、 GM 不在の中オフの序盤からかなり積極的な動きを見せています。アストロズはこのオフバーランダーも FA になっていますが、果たしてバーランダーとも再契約に動くんでしょうかね。今後の動向も気になるところです。あとついでに超個人的な話も最後にしますが、この間私はマリナーズの欲しい打者リストとして7人ほど挙げ、その中にアブレイユも入れていましたが、まさか同地区のライバル、それもよりにもよってアストロズに加入してしまうとはっていう感じですよ。世界一になったチームに元 MVP が加入するなんてきついですわ。もちろんあの動画の中でマリナーズは基本的に DH は選手の休養も兼ねて使う方針でしょうから、アブレイユのようにファーストか DH かみたいな選手を積極的には狙わないとは思うと前置きはしましたが、そうは言っても毎年安定した活躍が見込め、ベテラン、メンター役としても大事な役割を担ってくれそうなアブレイユは、まあいたら大きな戦力になってくれるだろうと思ってはいましたんで、マリナーズに来なかったのはやっぱり少し残念ではあります。昨年もオフに獲得してほしい選手リストを作ったものの、その全てを外してしまい、今年こそは一つくらい実現してほしいなと思っていたんですがね、今年もいきなり外してしまってあまりいいスタートではない感じです。まあまだ6人残っていますので、どれか実現してくれると嬉しいんですが、ディポトさんどうかお願いします。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、ウェルイン関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。